はい、突然のこの法王のなんかミサに紛れ込んだ一般人みたいなところからこう伝わって、なんかね、あれからいろいろいじってて気づいたんだけど、あの今これ俺持ってるのこれモーリオンブレードなんだけど、なぜか出血エンチャができるっていう結晶マリクル武器を使ってみて、まあいろいろエンチャできたんで、これもしかして何でもかんでもエンチャできるようになってねと思って調べたら、うん、できたみたいな。というわけで、まあそろそろちょっともうレベルが全然上がらなくなってきたんで、まあもうここはサクッと攻略していこうということで投稿された。どんぐらいで出血するのかな。モーリオンブレード自体は確か30いくつとかでしょ。なかなかしねえな。なかなかしないね。あ、した。やっとか。でもあんまり硬っ。やばい、これ分身超硬えぞ。これこうするべきだ。よし、弱っ。やったぞ。あー、どうだろうな。一応エンチャントはできるんだけど、出血のなんか確率自体はあんまり変わってない感じだと思う。多分ちょっと後でちょっと実証してみないとダメかもしれないけど、まあだから出血派生の武器を、多分出血派生の武器にしちゃっても多分できると思うんで、まあだからこう出血が強い傭兵じゃねえや、墓守り相当だとか、ああいうのを出血派生にしてさらに出血エンチャを乗っけるみたいなことをすればちょっと面白いかもしれないね。というわけで今日はちょっとモーリオンブレードでちょっと進めていこうと思いますがあいつら魔法効かないよな。あー、そっか、普通になんか炎エンチャとかしていけばいいのか。雷がいっぱいあるな。雷エンチャしたけど、じゃあ、あー、でも面白いな。本来はまあできないというか強すぎるからね、これができちゃう。うわ、うわ、めっちゃいるし、もうその代わり上にあんまりいないでほしいわ。王の右目あんまいらねえな。王の右目つけてるぐらいだったら金かな。モーリオンブレード自体が結構強いからね。強いけど、まあ一周目で、まあこれに関しても一周目で使えることがほぼないどころか、条件がめんどくさすぎるかな。うわ、なんだ、やばい、これすでに竜狩りがどっかにいるぞこれ。あ、いやいやいや、なんだ、めっちゃおるし。すごいことになってる。うわいやでもなんかこうやってこっちのなんか火力の上げ方が分かってきたら、ちょっともう一回最初からやってみたくなってくるな。序盤でもいろんななんかこう試せばうまいことこう火力を出せば、そんなになんかアホみたいにレベル上げなくても攻略できそうだよ。
おわ、強い。俺は強くなりすぎでしょ。ソウル力しょぼ。もう僧侶がいっぱいいる。僧侶だらけだ、ここは。うわぁ。で、多分エンチャの効果もなんか相当長くなってて、で、俺さっき雷祭りに使ったんだけど、この効果いまだに切れてないんで、多分かなり長くなってんだと思う。直剣強いな。直剣強いなっていうか、なんやねんあいつ。あいつなんやねん。当たり前のように。ごめんかな。ほらー。ほらー。ほらー。あつ。あいつどこにいんのあれ。どこだよあそこ。あ、反対側か。上下どっか。あれ？ああ、違うか。なんか、一個報告。報告というか、俺めっちゃいい買い物したわっていうものをなんか買ったんだけど、最近なんかこう主食がここ4、5ヶ月くらいずっとさつまいもがこうおやつ&主食みたいな扱いになって、でもなんかそろそろなんかこう石焼き芋を作る鍋みたいな、これなんか普通の人が持ったら絶対無駄にするだろうなっていうこうものがあって、持て余すだろうなっていうものがあって、ちょっとこう買おうかどうかっていうのをちょっと悩んだんだけど、まあ買ったんで、石焼き芋焼く鍋みたいなやつを。いやー、それでね、それでこう石焼き芋やさつまいも焼いてみたら超うめえの。俺も今日さつまいもしか食ってねえよ、今日起きてから。いやー、うわマジでうまい。ということで、なんかさつまいも好きな方はもうぜひそれでこう、おわなんだ、巨人か、こいつらは炎の方がいいか、こいつら炎エンチャの方がいいな。多いな、ソウルが多いわ。うわ、なんかソウルの炎めっちゃ強いんだけど。どこから撃ってきてるこれ、こういて上の方から多分、このなんかこのなんか僧侶がいっぱいいるところあたりから撃ってきてるのかな。違うな、これもっと上から撃ってきてるな。あー、いた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 、あれだ。うわ、冗談じゃねえなこれ。これやべえだろ、これどうなってんだこれ。まあ、見えないからだと音消しの指輪は確か持ってるんで、まあそれで抜けることできるんだけど、まあ、面白くないからちょっと頑張ってみる。ちょっと状況がわからない、どうなってんの。あ、この上にもいるわ、向こうからも飛んできてんな。
終わったら死ぬぞこれ。わあ、この下とか行きたくねえなー。一応ちょっと様子だけ見ていこう。どういうことになってるのか。もう降りた瞬間にいそうだよね。あ、そんなことはなかった。普通かな？なんか普通っぽいな。あ、ここ普通だわ。じゃあいいわ。俺あいつと戦うの苦手だし、こんなとこで下りたくないもん。もう暇な時に個人的にやっておくわ。暇な時なんかねえけど。もう長いんだよこの階段。もう覚えてるわ、一周目ここ来てあいつにめっちゃ苦戦して何回も何回もこう登り降りしてもの取りに行ったら覚えてるわ。まずこの辺にいるだろ一体。うわぁ、やべやべ、弓打ちたすぎでしょ。何体いるんだこれ。何発食らってんの俺ホイで。消耗力かな、そういう問題じゃない気がするけど。うわこんなの相手してらんねえな。駆け抜けるしかないわ。いや、あーやばい、これ打つ感覚短くなってる明らかに。ここにもいる。ずるいわ。オーリアのバローハート出た。なんかいねえホイで。あいつ誰？なんかいるね。あ、違う。あ、あいつか。あいつかよ。もう、どうしよう。やめろや。あんまり倒せる。あのコントローラーもね新しくしたいの。例の位置が入れ替わってるやつ。いややっぱ最初ちょっと慣れないな。普通に動かそうと思ったらそうでもないんだけど、やっぱこう走りながら道具とか使おうと思った時にちょっと悩む。これがねなんか今までの指の動きでやろうと思ったらどう考えてもできなくて一瞬頭が混乱するっていう事態になってる。ちなみになんでこんなわけのわからん装備してんのっていう話なんだけど、これねなんかよくわからないんだけど異様に強い武器があるこれ。これ見てもらったらわかると思うんだけどカット率がおかしい。なんかこういう装備がなんかいくつか混じっててでなんかそれを今チョイスして装備してる感じだね。だから今かなりこう耐久性もかなり上がってる気がする。防御力とか相当上がってると思う。なんかよくわからないんだけどね。この辺の装備がなんか異様に強く
見てもらって分かる通りこう異様に強い。他にもなんか魔力耐性が異様に強いとか、なんか調べてみたらいろいろあるには、炎耐性が異様に強いやつとか、まあこういうのもなんかチョイスして選んでいけばなんか面白い気はするよね。で、アノルロンと。元気士が多いな。ここ直剣じゃねえな。いやでもそっか、でも耐久強靭上がってっからあんま関係ねえな。全然照準が合わないんだから。帰っちゃって待って、銀騎士君はね、まだこれができるから楽なんだよな。盾の使い方がなんかノスリック兵ほど上手くない気がする。なんかスレスタみたいなことができるよくわかんないけど、目が2人か、ちょっときちいな。15,300、あー結構いい。ってことは多分ロスリック兵倒して18,000とかそんなもんかな。一番プロみたいな言い方だけど、あ、こんなもない。いつも何かあると思ってしまうんだよ。何を抱えて死んどんねん。まっすぐ使えないだろ、小さすぎて。ないけど下になんかいるな。まああいつはどうとでも処理できる。いけるかな。難しいな。もうちょっと、もうちょっと右。これだ。当たってない。当たってるね。よしよし。あ、消えた消えた。ザバミロ。いや、強靭削りやばいな、こいつら。こんなにすごかったんだ。なんかなんだっけ、修行倒した時って、
完全に強靭ゴリ押しで倒しちゃったから気づかなかったけど、こんなすごかったんだ。あれ出てこないな。ここでもう一体出てくるかなと思ったけど、あそこにいるやつは全部だった。あ、やっぱ出てきたじゃん。やっぱ出てきたな。絶対そうだと思った。あるかな。お、うまい。じゃない。うわ、なんかもうすでにおかしいぞこれ。仕事に何かいる。あんまり影響はないけど邪魔だなっていうぐらい。足元に折って邪魔だなっていう、そのぐらいの影響でしかない。これうまく誘導したらこいつら消えるだろ全員多分。先に あいつら倒さないとダメだろう。先にこっち来ちゃったんだよな。来ちゃったってことは業務を後回しにしたんだよな。ジークバルドのイベントが進まなかったんだよ。っていうことを忘れてた。サリバン倒した時点で一回最終を戻らなきゃいけなかったんだ。考えてみよう。せっかくだから見ていこう。うわあ。はよ。これが、このなんか肘掛けを見て、これテント、テント入れるやつだって言ったやつめっちゃ面白かったまあ言われてみるとそうなんだけど。もうワンの時代からそうだったからしょうがない。もうテントをこう肘掛けにしてこう寝っ転がるっていうことをしていたから、それはしょうがない。逃れられる運命だ。誰が使うんだろうな、このエレベーター。すでにずーっと動いてて、こうタイミングよく乗らなければいけないみたいな、こんなエレベーターが現実であったらもう大炎上ですよ。ちょっと使えねえんだけど、このカーガリビ。カーガリビ。まだいる？なんか変なやつ。うわ、よく見たらここめっちゃキモいんだけど。何ここ？あれ？
敵誰もいないんだけどな。敵誰もいないんだけど、もうこのかかりうんすんとも言わねえよ。いや、今も自力で帰る。グレラスさん帰ってきてる？あ、来てねえ。あー、ジークバルトに話しかけるの早すぎたかもしんないな。お亡くなりになられたかもしれんな。前は変質強化はそうか、さすがにできないから、まあ、こうなるとでもやっぱこうなると変茶が重要になってくるな。なぜ俺はこのババアをババアを一回しばいてしまったのか。まあ今んとこ数あるから、まあとりあえずそんなにいっぱい買わなくてもいいけど、もうあんまり頑張れないな。まあ竜王人の居合はまあまあ見てるから、しょっちゅうしょっちゅうでもないけど3回に1回ぐらいは出てるのを見るから、まあ多分大丈夫だと思うんだよ。結構出やすく設定をされてるような気はするんだよな。だからまあ2周目とかに回してもいいけど、強化とか2周目のソウルの取得量とかやばいだろうし。ただもうレベルもだんだん上がらなくなってきてるからな。ちょっと待った、モーリオンブレードってこれ金儀 BB だからそんなに別に悪くはないか。上質だな。でもオオカミ騎士とかちょっと使ってみたいな。オオカミ騎士とか延長して使ってみたい。次の体験、掃除、ああこれそのまま使えるか。掃除体験プライオンだから、ちょっとこれ使おうか。これで気をつけてみたい。軍団のどこ行った？もう指輪がありすぎる。整理しないとダメだ。あれ？軍団の指輪どこ行った？あったあった。これ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 。これとプリンでもいいか。ああでちょっと赤涙もね、ちょっと検証したんだけど、多分そんなに変わらない。おそらく比率としてはオリジナルのままだような気がする。罪の都だな。ストームルーラーどうなってんだろうな。とりあえずジークバルトを助けてこよう。よく見たらあんなとこにいたんだ。何してんだ。あそこにあいつを配置したところで特に意味がない気がするんだけどな。間違えたし、ここじゃねえや。ここが入り口とかさ、
言われても気づかなかったぞ俺言われてもしばらく迷ってたわ。どこやねんってなってたよね。なんだこれは。せめてキビド思考をください。よし、これで2人で戦える。最悪ヨウムがどえらいことになったとしてもなんとかなる。なりようがないと思うんだけどね。ではここもちょっとうろうろしてみたんだけど、まあそんなに変わってない。配置がこいつが増えてんのと配置が多少変わったぐらいで、そんなになんかうわーっていうほどでもなかった。さっきのあのロンドンの銀騎士ほどじゃなかった。あれはマジでやばかった。いやー久々だな、玉ねぎイベント見れるの。だったんだろうな。なんで友達になったんだろうな。まあ、誰でも友達になりそうだからな。なんかいるんだけど。あいつらってなんかしてくんのか。どうでもいいけど。ああもう装備が多すぎる。やばい、装備整理してくるべきだった。あれどれだ。あれストーンブラーどこ行ったの。あれちょっと待ってくれ、ストーンブラーどこだ。あ、あったあったあった。あれ15万って死んだんじゃねえこれ。もう鬱陶しいわ。俺がもたもたしてるうちに死んでしまったよ。あれちょっと待って、全然聞いてなくないこれ。全然聞いてないじゃねえかこれ。あれ何これ、攻略法変わってんぞ。殴るしかないんじゃないか、もしかして。なんかそんな気がするぞ。ジークワルト呼んだら余裕やろと思ってたけど、全然余裕じゃねえわこれ。邪魔くせえこいつ。ちょっとどうしようこれ。これ普通に戦うしかないんじゃないかこれ。なんかそんな感じだね。まああいつ、まあ、一応ひるむからな、腕狙えば。それかストームルーラーでヘッドショット狙うかだけど、あんまり現実的じゃないよな。どうしよう、あいつ出血しないよな多分。何が効くんだ一体。それこそ
モーリオンブレードでブンブンするしかないよな。だからあれだ、フリンじゃなくて鳳凰の右目とかじゃないかな。にして、あ、あと爆弾試さなかったか。爆弾がもしかしたら効いたかもしれないな。何でも爆弾。あとは炎茶って言ってもな、もうとりあえず結晶魔力でやってみるか。効かねえじゃん。ああ、攻撃普通に通るわ、これ。そうか、そういうことだ。ガチレってことだ。つまり。なるほどね。ああ、でもこれ面白いな。大体こいつでイベント戦になっちゃうから、これ。こうやってね、ひるみを取ると。かなり強化されると思う。趣味はさすがにそうでもなかった。ああ、そっか。呼び出した。強制呼び出し。強制呼び出しされてしまった。なるほどね。普通に攻撃が通るようになってたわけか。一瞬びっくりするな。一瞬びっくりするわ、あんなもん。こいつは雷でいいのかな。俺のクソ苦手な。練習したいな。そうそう、うわー、火力やば。ポイズンって言いたいことも言えないこんな世の中じゃ。危な、やばいやばいやばい。体力があることで雑になっているぞ。威力なかったらやばかったな、これ。ゴリ押しだな。まあ結構序盤はうまいこと戦えてたけど、結果ゴリ押しになってしまうっていう。やっぱ後半は駆け抜けになっちゃうな、どうしても。まあしょうがないよね。まあだからこそ RT やってると面白いんだよな。うわぁ。もういきなりなんかいるもん。ダークソウル1の RT ってやっぱ後半あんま面白くねえんだよな。面白くない。面白くないし、ボスがなんかそんなになんかこう、強敵っていうほどでもないし。うまいことを駆け抜けるっていう感じだもんな。っていうか多いわお前ら。お前ら多い、数が多い。
うわ、お前バグダム現象っす。あっお前入ってこれねえだろ、こっち回復される前に倒せ。よし、なんか炎上してんだけど、なんでなんか炎上してる。なんであそこ炎上してんの、マジでダメージあんのか。特に当たり前ってことない。どうなのかな。あ、めっちゃ通る攻撃が。これよし、これよしですよ、こんなもん。誰に連射かけてんだよ、誰もいねえぞ。もあーそっか、ここも配置変わっちゃったのか。ここでソウル稼ぎと物稼ぎするのがいいかなと思ったんだけど、多分。うわ、そっちから来るんかよお前。こいつほんと、あー持ち縦側じゃなくて持ち手側に回った方がいいのかもしれないな、こいつ。あ、ゲンマンだ。マジ。やばい、だんだんフレーブレートが下がってきた。今多分40ぐらいしかないぞ、これ。これなんだ？こんなのあったっけ、もともと。もともとこんなのあったっけ。わからん、もうなんか疑心暗鬼だ。俺のなんかダークソウル3知識があまりにもなくて。すべて疑心暗鬼だ。これ本当にあったっけ、こんなのあったっけ。そんなのばっかりですよ。強いな、結晶魔力。結晶魔力の武器が強いのか。オーリオンブレードが強いのかよくわからん。ダークソウル2のこの盾持ちの猛者兵って、このこいつが持ってるでけえ槍より明らかに強いから絶対強いから。あのしょぼい盾、しょぼそう、一見しょぼそうに見えるけど、こっちから攻撃しようとしたらカチカチだからな、あの盾。おかしいから。数がすごい。ここでもなんかうろうろしてるだけで結構ソウル稼ぎになりそう。ソウル稼ぎもなるし結構面白いです。いろんな武器使うのがちょっと楽しそう。いろいろななんか実験ができそう。わっち。あ、結晶魔力のっていうか魔力めっちゃ効くんだな、こいつら。とんでもない、倍近くになってんじゃん、威力。あ、ここにいた。
オノハゲがいなくなった。ホロンって。あれまた変わる。あいつのせいか。お前そんなとこにおるんか。やっぱりあいつがいるせいでこの鏡はつけられないんだな。毎度のことながら。鬱陶しいわ。鬱陶しいわ、あいつ。あいつうぜえわ。あ、デーモンズのやつだ。俺この武器好きなんだよな。振りがね、スタミナ消費がね、少なくて、しかも触媒にもなるっていう。いやー、こいつ、こいつやりづらいわー。おのれおのれ、こっちの動きを察知しようか。爆弾持ちだけは本気で腹が立つ。うわ、なんか増えてんだけど。何その盗撮の取れた動き。お遊戯かお前ら。クソ。うわ、なんかあんなとこにいるし、しかもたまたま今当たったから気づいたけど。あ、まだいるだろう上に。あー、なんかいるし、しかも明らかに半身がこっちに見えている。とりあえず何もしてこないみたいだから、いや、してくるやん。普通にしてきますやん。あれ、あれ。まだいるし、証拠りもなく。こことか初めて来たわ。だいたい右に曲がって右が正解だって分かったら左なんて来ないから、ただの行き止まりだから。ここからじゃちょっと当たらんねえ。壁に引っかかっちゃって、もうちょっとさすがに。結晶魔力の武器相当強いな。
法が通らないやつ相手だったらそうでもないけど、魔法が通るやつに対してはどえらい威力発揮するな。この一気にゆがりも行くか。まあ、探索は。ああ！配置が変わってるせいでこれですよ。何回よし。忍者ができん。なんかいるな、もうすでに。うわー、なんぞこれ。これ向こうにいねえだろうな。いないか、いないね。まだでもあんな分かりやすい位置にいるから良心的だよ、良心的だよ。レベルを上げすぎちまったよ。反省。間に合わねえ。まあいいや。何拾った今見てなかった。お、毒の銀和紙カイトシールド。何に使うんだよそれ。誰を恐れて作った武器なんだよそれ。あ、まあ、盾なんだよそれは。いやでもやっぱりダークソウル3は後半のボスと戦うのがどれも楽しいからやっぱ周回しちゃうんだよな。でも正直ダークソウル1って、いや別にこれダークソウル1がつまんねえって言ってるわけじゃねえんだけど、やっぱり相撲オスタインぐらいまでがなんかこうピークというか、うん、あそこぐらいまでがピークなんだよな結局。あそこでなんかどれだけうまく上手に戦えるかっていうところまでがなんか楽しみところで、あとはな、おお、ゴッドヒルド、しかもプラ、誰だ、どっから投げてきてるこれ、うわ、ちょっと待ってくれよ、こんなのいたんか、あはは、うわやっ。最高にやべえやつだ。こいつ盾痛いなぁ。こいつまだ盾持ってねえからな。毒の大なた、大なた使っても毒にはならんやろ。ほんと小回りの舞台聞く武器じゃない。
なんか今でけえ鎧が動く音がしたな。なんかいるぞまだ。まあこれ1周目だからまだそんなにだけど、やっぱ周回回すと、通常のプレイでも周回回すと結局のところエンチャとかってダメージ固定だから、そんなにこう最終的にはあまり強くならないっていうか、やっぱりこう割合で減る出血の方が圧倒的に強くなるから、うん、最終的にはなんか出血武器、まあやっぱり周回回すと死に、なんだっけ名前忘れた、相当うわぁお前ら愉快か。やばやば、結晶魔法かけてないと全然ダメージとかない。もうすでに行きたくねえわ。爆弾でなんとかならんか。いや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 、これダメだな。戦術的撤退。気づけばソウル54万持ってるし、こんなもん撤退ですよ。撤退撤退。よし、まあいいや。いやー面白かったわロスイック上限なかなか面白かったわ。というわけで